はいどうも、ホソピーです。さて今日はですね、久しぶりにね、この iPhone SE の話題ということでやっていきたいと思います。で、iPhone SE もですね、今第2世代が、まあかなり投げ売り状態ということで、まあ話題にこと書かない端末ではあるんですけれども、まあ実際のところね、一番売れてるのは SE というところになってますけれども、これのね、まあ次回作ですね、SE3 の噂なんていうものがちょっと出まして、まあ姿形変わらないと。まあこういうね、状況になりそうだというところで、まあそれについてですね、今日はねお話をしていきたいと思います。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでね、このね SE の次回作に関して、まあちょっとね姿形変わらなくてちょっとつまんないなみたいな感じのツイートね、まあこんな感じでですね、まあ出したんですけれども、まあそれについて、まあ結構ですね現実的なまあリプというかね、まあいただいたので、まあリーク情報でどんな感じで出たのかっていうところと、まあ皆さんがですねこの SE に期待しているところっていうのが、まあ改めてねやっぱりこういうことなんだろうなっていうところをですね、まあ考えさせられるような、そんなツイートになったのかなというところで、今日はねそれをね話していきたいと思うんですけれども、まずですねこの SE3 結論から言うと、どうやらですね、まあ、まんま形このままと変わらないっていう風に、まあ、言われております。まあ、これがですねどうやら濃厚っぽいですね。で今まで、まあ、期待を込めて結構ねこういうねリーク情報ってこうどんどん引っ張ってですね、まあ、こういう風になるんじゃないか、ああいう風になるんじゃないかっていうね、まあ、面白おかしくちょっと着色するようなところがあるんですけれども、形変わらないで 5G に対応しますと。で、チップはおそらく A15 チップで、今の iPhone 13シリーズに搭載されているものと同じもの。まあ、ただね、プロモデルに搭載されている A15 と、標準の iPhone 13とか13 mini に搭載されている、まあ、A15 チップって若干ね、GPU かな、グラフィックのコア数が違かったりして、標準モデルの方がちょっと性能が低いと。まあ、こういう状況なんですけれども、その標準モデルに搭載されている方の A15 チップが搭載されるのではないかと。まあ、そこがまあ濃厚だとは思うんですけれども、まあ、こんな感じのね、リークが出ておりましたというところで、まあ、これはね私個人的にはちょっとつまんないんじゃないかなっていうね、まあ、もういい加減ですねこれ iPhone 8の時からずっとこの形で来てるんで、なんかないのかなっていうね、まあ、そういう期待もありつつ、ただツイッターの反応によると、まあ、iPhone SE というのは、まあ、これで完成されているんだと。それを 5G 対応にさせて、で指紋認証は残して、でチップを性能いいものを載せてくれたらそれで OK だよっていう声の方がどうやら多かったというところで、これはもうね私のね勝手な妄想ね、 SE がもっとパワーアップしたらいいんじゃないかみたいなところではあるんですけれども、やっぱり価格が高くなってしまったら、まあ、SE の位置づけとしては意味がないし、やっぱりこの指紋認証とホームボタン、これを搭載している iPhone っていうのが、まあ、ナンバリング iPhone にはどうやら指紋認証ね今後もちょっと搭載する可能性って結構薄いよねと。フェイス ID の強化とか、Apple Watch と連携してロック解除をするような機構を取り入れたりだとか、画面内指紋認証を取り入れるとかね、そっちの方向に動いてるようには到底思えないというところで、やっぱり指紋認証がいいよと、ホームボタンがあった方がいいなっていうところと、まあ、iPhone ってある種ここのですね、この形、この iPhone 8のこのような形で完成された感が、まあ、確かにあるはあるんですよね。最初の頃のね、iPhone っていうのが、まあ、ここで完成されて、まあ、そこから先はね、フルディスプレイ iPhone に変わっていって、まあ、そこからまた進化は続いているんですけれども、この時の iPhone がいいよっていう人はね、かなりの数ね、いらっしゃると思うので、まあ、そういったところからですね、5G 搭載、そして、チップが最新のものになる、まあ、そこで満足される方が結構多いと、まあ、むしろそれを望んでいるよっていうところを改めて認識したと、まあ、こういうお話でございます。で、まあ、価格的なものがですね、やはり今の iPhone SE 第2世代と、まあ、ほぼほぼ同じぐらいにしてもらって、まあ、この金型というかね、この形を変えることなく作ることによって、Apple としても販売価格を抑えて、まあ、ユーザーに還元するっていうところが実現できるのかなというふうにね、思うと、やっぱりこの形なのかなというふうにね、まあ、思うわけなんですけれども、まあ、ただ一つね、まあ、iPhone SE 第2世代に関しても結構個人的にいろんなレビューを出してきてて、まあ、おすすめ設定だとか、バッテリー持ちの検証とかね、まあ、カメラ性能とかいろいろやってきましたけれども、やっぱり弱点としてはね、ちょっとバッテリー持ちはかなり厳しい、非常に厳しいので、まあ、特に Apple Watch と連携してメイン iPhone としてね運用しようっていう風にやった時に、朝からまあ使い始めて夕方4時ぐらいにはもう限界を迎えてしまうっていうね、まあ、それぐらいのバッテリー持ちの
の弱さというところなので、まあ、そこをですねどうにか、まあ、改善できる A15 チップ搭載で省エネ性能がねかなり上がったことによって、なんとかねあともう少しだけでもいいからバッテリー持ちっていうところを改善していきさえすれば、まあ、iPhone SE 3この形のままいったとしてもね 5G に対応した最も安く手に入る iPhone というところでさらなるね強いポジションを取っていくのではないかなとは思うんですけれどもね。はい、ということでね、まあ、私の認識的にはね今ある金型を再利用して製造コストを下げるっていうところでいくと、まあ、10R とか11とかいろいろと候補はあるんですけれども、やっぱりねこの指紋が一番なのかな、はい、というところで、まあ、そこの需要がね、まあ、最も高いというところで、まあ、はっきり言って今ね iPhone 13シリーズを差し置いても未だにこの iPhone SE 第2世代が BCN ランキングでも売れ筋1位というねポジションを譲ってはいないというところですからね、非常に強いというところですね。まあ、ここはね本当にユーザーに支持されているんだろうなっていうところを、まあ、改めて認識したよと、まあ、こういうお話でございました。細Pチャンネル、はい、ということで本日はねこちらのね iPhone SE 第2世代のね、まあ、新型 SE 第3世代が形がね変わらないで出るだろうというね、まあこういうリーク情報を元にちょっとお話をしてみたんですけれども、やはりねこの姿形、この完成された iPhone SE をチップをねバージョンアップして出してくれればそれで OK だよっていう方の方がね圧倒的にどうやらね多いっぽいというところを改めて私は認識しましたよというところでございます。まあなかなかねこう新型ばっかりにこう目を向けがちだったんですけれども、やっぱり指紋認証便利だし、何しろ価格が安いで、それで、まあ、チップをね確かに A15 チップにするだけで、まあ、ハード的なこのカメラがですねこのまんまだとしても処理的なものでうまくですね高画質になったりとか、もしかしたらねソフトウェア的な改善でナイトモードを搭載してきたりだとか、まあ、ポートレートね一眼のみだけれどもポートレートを使えるようになるとか、まあ、こういうねプラスの改善点っていうのももちろん出てきますからね。まあ、姿形が変わらないからといって一概にですね、まあ、がっかりするっていうのも間違うのかなというところね、改めて自分自身見つめ直したよというところですね。はい、ただまあバッテリー持ちだけはねもうあとちょっとどうにか頑張ってほしいと、どうにかねなんか部品とかね小スペース化できるものはそうしてもらって、バッテリー搭載容量をね少しでも増やしてもらうことによってバッテリー持ちを長持ちさせるっていうね、まあ、ここを実現できたとしたら SE 第2世代よりもはるかに売れる SE っていうものができるかもしれないっていうね、まあ、そういう期待も確かにねできるかなというふうには思いますけれどもね。はい、ということで今日はね SE 第3世代のねリークというところでね語らせていただいたということで、この動画ね役に立った面白かったと思っていただいた方はねぜひね、高評価チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。